イグアスの滝は南米大陸のアルゼンチンとブラジルの2国にまたがる世界最大の滝。イグアスとは先住民のグアラニ族の言葉で大いなる水という意味。最大の幕府である悪魔の喉笛周辺環境イグアス川の下流にある。この滝を含むブラジルのイグアス国立公園とアルゼンチンのイグアス国立公園は共にユネスコ世界遺産に登録されている。 最大落差80メートル以上。悪魔の喉の笛が有名な観光名所である。アメリカのエレノア・アルーズベルト大統領夫人が訪れた際、イグアスの滝を見た夫人がマイプアーナイアガラと言ったとされる話は有名で、規模はナイアガラを大きく上回る。パラナ川との交流点より23キロメートル上流のイグアス川にあり、季節で変化する水量により150から300の 幕府が出現する。最大の幕府である悪魔の喉笛は高さ82メートル、幅150メートルの U 字型で、長さ700メートルにわたる。玄武岩からなるパラナ高原の端にあり、100年で30センチメートル削られ、上流へ交代している。合流点から見たパラナ川のやや上流のブラジルとパラグアイ国境上に、世界2位の発電規模を持つ一体ブダムがある。 亜熱帯気候で年間降水量は約1900ミ、mm、リメートルと多い。最高気温は5月から9月が23から27度 C、10月から4月が28から33度 C。最低気温はそれぞれ9から13度 C、14から20度 C である。ブラジル側からアルゼンチン側から観光船歩いても船でもヘリコプターでも観光できる。ブラジル側。 ありがとうございます。